はいみなさんこんにちは村長です今日は YouTube にちょっと質問がありました画面にありますように Easy ーードラマ3のご質問ですドラムのリズムを刻む時にハイハットのペダルというのがありますよねペダルオープンクローズこれって案外ジャズなんかでよく使われますけれどもこれの打ち込み方大きく分けて 二つあるんですけれども、その二つをご紹介します。村長ミュージックスタジオ。まず適当にグルーブを入れましょう。このようにグルーブがあります。ちょっと聞いてみます。 はい、もう少しですねこのブルースを選びましてそしてこれを選んでみますはいはいこれは今ハイハットを「チュッ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 って感じで売っているわけですねこのグルーブを下に持ってきますこれを入れたらどうなるでしょうか グルーヴエディターで見てみましょう。このようにハイハットが打たれていますけれどもこれはここのですね下矢印が2つあるようなこの三角の部分ですねこれを押しますとどんなハイハットが打たれているかというのがここに出ていますこれはタイトエッジとクローズチップこれが順に打たれている。 ということになります。これをですね、ここにペダルオープンとペダルクローズというのがあります。これを打ち込むとちょっと変わります。4小節分だけこれに打ち替えてみようと思います。鉛筆マークで、ここですね、ペダルクローズというのがありますから、これを入れてみます。ちょっと飛ばし飛ばしで、 はい。このように入れましたらコピーもできますので、これを全部選択しまして引っ張ります。その時にコントロールキーを押しますとコピーできます。はい。このようにできました。そして上ですね。これを消します。ここでちょっとおかずのようにオープンエッジが2つ打ち込まれていますので、 これはちょっと残しておきましょうか。ですからこれだけですね。この部分を削除します。はい、これでどうなったか聞いてみましょう。一旦先頭にこれが動いてたら戻してくださいね。コントロールとスペースキーを押すと再生できます。 はい、このようにできるわけですこれに関しての音などはこのようにベロシティで調整してくださいこういうふうにできますし例えばオープンをここでそうですね一つ飛ばしぐらいでオープン・クローズをやってみましょうかこのようにコントロールキーを押しながら選択しましてその部分をですね オープンの方に持っていきますそうしましたらはい、このようにできるわけです今度は自動でできる方法をお伝えしますこの時はこのリージョンというか 一つのアレンジグループを選択しましてそしてエディットプレイスタイルに行きますそうしましたらここにパワーハンドと書かれていますパワーハンドというのはリズムを刻む主体になる太鼓というか、まあ、今回の場合はシンバルですがその楽器を選択するということですそしてここで右クリックしますとアーキュレーションというのがあります ここに先ほどと同じようにですね「ペダルクローズ」とかいうふうなものがありますのでこれを選択しますこうするだけでこのリージョンは「ペダルクローズ」になりますはいこれオープンでやってみましょう このようになるわけです。そしてこのアマウントをちょっと変えてみましょう後半はですね、えー、先ほどもクローズハイハットをやりましたので。 そのまままになっていますよね。こういう時はどうすればいいかと言いましたらここで「リセットアマウント・バリュー」これを選択しますと一旦リセットされます。そうしましてちょっとループにしておきますね。 はい、ここまでするともう入らなくなりました。もうちょっと上げます。はい、ベロシティなども変えます。はい、クローズに変えてみます。 このようになるんですけれども、オートでやった場合は、クローズとオープンが2者選択のようになってしまいますので、それは後からですね、これを終わりまして、グリッドエディターをもう一度出しましてですね、全体の8小節を眺めますね。はい、このように後ろの刻みはなっていますけれども、オープンを このように小節頭を指定しましてオープンにしますこういうふうにです、ね、もちろん他の叩き方ともっと複雑に組み合わせるのもいいんですがまあ今日のご質問というのはペダルの使い方ということなんでこのようにしますそしてボリュームのバランスですねを考えますこのようにしましてもう少しランダムに ダイナミクスをこのように変更を加えたりするのもいいでしょう。ランダマイズさせるのもいいでしょう。もしくはそうしまして、このオープンはちょっと目立たしたかったら大きめにしておきましょう。このように組み合わせができますので、 ご理解いたただけましたでしでょうか今日は今画面に出てますようにグリッドエディターがここで閉じられていたらハイハットの中身が見えませんがここを押すとハイハットの中身がこのように見えるということともう一点の方はここで「エディットプレイスタイル」これをしましてですねアーキュレーションの主体を「ペダルクローズ」。 もしくはオープンにするとこの2つのやり方でハイハットのペダル入力はやってみてください。今日は簡単なお話でしたけれどもイージードラマ m 3のペダルの入力の仕方これは他の太鼓もしくはシンバルでも同じです。右でクリックをしましてアーキュレーションを選択する。まあこの 太鼓にはないんですけれども例えばスネアの時はここにアーキュレーションがありますのでエッジを叩くとかこういうところを変えることによって入力ができます。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。